でも同じ学年じゃないんじゃないかな。私大体覚えてるもん。なんだ、だから分からなかったんだ。私、茂木和葉。こっちは双葉ね。こんにちは。京介？友達？誰？平気なの？けど、京介一人なの？エマちゃん、よかったよね。エマって？あ、じゃあ、私たちと同じなんだ。私も一緒にくっついてきたから。用があるのは双葉なの。じゃあトモくんは？僕はお姉ちゃんがちょっと。じゃあ私たち似た者同士か。同盟だね、同盟。ほら、同盟国の握手しようよ。そろそろ行かないと、お母さんに怒られるよ。あ、そっか、そうだね。それじゃあみんなバイバイ。それであんまり見覚えなかったんだけど、片方はちょっと覚えてるような気がしたかな。もう一人の方はしばらく学校に来てないのかもしれないね。あ、じゃあ僕も行くね。トイレ行きたかったんだ。ちょっと暑いわね。ジュースでも飲もうか。あら、お引っ越しがあるみたいよ。うちの近くか。挨拶しないといけないわね。それは引っ越してきた人がこっちにくれるの。絶対ってわけじゃないけどね。もう今時はあんまりやらないかな。
たまにはお蕎麦もいいわね。こんにちは、近所の方ですか？こんにちは。ほら、ご挨拶は？こんにちは。今度この近くに引っ越してきた三木村じゃないや、麻生通りと言います。うちの蓮向かいだわ。ご近所同士よろしくね。はい、よろしくお願いします。通りちゃんいくつなの？じゃあうちの子たちよりも年上ね。よかったわね、二人とも。お姉ちゃんができたわよ。お姉ちゃん。これから仲良くしてやってね。よかったわね、二人とも。お姉ちゃんができて。私にはお兄ちゃんがいるもん。やきもちか。そんなんじゃないよ。はいはい、ほら手洗ってうがいして。おはよう。何？悪いのは私の方だったから。よくよく見なければ大丈夫だと思う。
夕べのあれは確かに悪い冗談でした。だけど心に嘘はないから。おはよう。おはようございます。はあ、お休みの日はなんでこんなに眠いんだろうね。そうかな、眠いから頭が回らないや。そんなことより、通りお姉ちゃんでしょ？通りも、いつまで経っても朝が弱いからね。まったく、誰に似たんだか。いまだに朝ごはん食べながら居眠りすることあるし。ちっちゃな子供みたいですね。私のこと持ち出さないでよ。そうだよ、ゆきえさんがしたの今の話ですよ。あれ、晴れてよかったよね。警察も祝日とかは休みなんですか？私はね、内勤だから。ま、呼び出しがかかることもしょっちゅうだけどね。お母さん、携帯の他にポケベルも持ってるんだよね。ポケベルの方が電波が強いのよ。でも今日は大丈夫、電源切ってあるから。ごめんね、毎年付き合ってもらっちゃって。いいえ。普段あんまり電車に乗らないですし、外に出るいい機会ですから。出ないの？外。あんまり。ちょっとは遊びに行った方がいいよ。そんなことしんみり言わないでください。遊べるのも1年2年のうちだけだからね。エマちゃん、ボーイフレンドとかは？いきなりですね。ほら、そういう人がいれば一緒に映画見に行ったりとかするのかなって。ちょっと興味ないですね。だ
だってエマちゃんモテるでしょ。そう思わない？よく手紙なんかはもらいますけどね。いつもお断りしてるんです。そういうのはまだ早いような気がして。そうかな、そうなのかな。そういう通りさんはどうなんです？ううん、いないんだよね。ゆきえさん、寝ちゃってますね。ああ、本当だ。昨日も仕事があったみたいだから。大変ですよね。でも本人はそう思ってないみたいなんだよね。そういうことじゃないんじゃないの。仕事人間だから、お母さんは。兄さんに聞いたんだけど、森園町は犯罪率が低いんだって。お母さんももうちょっと暇になれるといいと思うんだけどね。うん、そうだね。やっぱりバスから出ると空気が美味しく感じるよね。言わないでよ。お兄ちゃんのほっぺたほんと柔らかい。ふぅ、肩が凝っちゃった。座ってるばっかりは疲れるわね。どうも。なんか言った？うわっ。